し豊かになれる国だということです。日本国にはお金がないと言われていますがあります。今例えば外為特別会計というところには100兆円のお金があります。日本国の1年間の予算が90兆円という時に100兆円のお金が実は国の一部で余っている。これは埋蔵金なんていうもんじゃなくて、堂々と国民が円高になりすぎるのを防ぐためにドル買いをやった。そしてそのドルのお金の大部分はアメリカ国債の形で持っている。それが100兆円もあります。この100兆円使えば日本の経済どんなに良くなるか皆さん考えただけでも楽しいぐらいじゃないですか。日本の経済規模は今470兆円です。今20兆円の公共投資をやれば50兆円の経済効果があります。そうしますと50兆円ということは年間 10% 成長ができるんですよ。年間 10% 成長が7年やりますと日本国の経済規模は倍になります。皆さんの所得は倍になります。子ども手当はもういりません。子ども手当というのは国民を愚弄するバカバカしいこれは政策です。立ち上がり日本、私は全国から立候補しております。藤井元気です。藤井元気がお伝えするのはこの子ども手当などというのは全くナンセンスで経済教育することもできない。まあ、もらった方は嬉しいでしょうけれども一方で子どもたちのに増税のツケが回ってきます。10年後20年後に子どもたちが大きくなった時に利息をつけて返さなきゃいけない、そういうお金になります。民主党の経済政策は日本をさらにデフレスパイラルに追い込んでデフレギャップを広げるものでしかありません。今の経済政策の根本はデフレギャップを埋めるということですね。これができなければ決して経済が良くなりません。とにかく立ち上がり日本はこの日本が今危ないんだ、特にチャイナの脅威、核兵器を持った超大国が日本を脅している、そして間接侵略を狙っている、どん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 不法移民を送り込み違法な移民を送り込み、その人たちに日本国籍を取らせまた違法移民を増やし、そしてもって外国人参政権民主党が与えるならばその人たちが全部日本人になってしまう。そうすれば日本の政策はますますチャイナに対して警戒感のないものになっていく。事実この民主党政権は鳩山首相の下で尖閣列島の領有権をチャイナに売り渡すというような大変売国的な外交をやったばかりであります。さらにその前には韓国と領有権を争っているところの竹島もほとんど鳩山さんは韓国にあげちゃいました。日本の固有の領土を売っちゃったんですよ。売るというか売るんだったらお金入ってきますけど、ただでプレゼントしちゃいました。このことはまたマスコミが隠蔽して報道しません。立ち上がれ日本、私は全国で立候補してます。藤井元気です。藤井元気は皆さんに訴えます。この民主党の売国外交、実は日米安保条約が竹島に適用されるかどうかという質問に対して鳩山政権の答えは適用されない、日米安保条約が竹島に適用されない、なぜならもう韓国に乗っ取られてるからだと。韓国に施政権がある、だから日米安保条約が適用されないと平然と文章で答えたのが鳩山政権ですよ。皆さん、もう竹島は韓国にただでプレゼントしちゃったんです。鳩山さんは、そして副首相としてその責任があるのが菅直人さんになります。日本はそういう売国徒たちが政権の中枢にいる。本当に日本はもう類乱の危機。この夏の選挙で、参議院選挙で民主党が勝てばおそらく日本は崩壊の国家、亡国のプロセスが始まってしまいます。なぜかといえば参議院で多数を取ればどんな悪い法案でも民主党はどんどん通すことができる体制になります。参議院で多数を取れば衆議院はもともと圧倒的多数であります。上下両院、衆議院参議院両院で多数を持っておりますから、外国人参政権法案、そして民法改悪法案、そして外国人住民基本法案、そういった恐ろしい亡国法案がどんどん通ってしまいます。それを皆さん防ぐのは簡単であります。この立ち上がる日本に投票を集中してください。立ち上がる日本の中でも最もナショナリストである私藤井元気に皆さんの全国の票を一票を託していただきたい。私は皆さんのそのお約束を守ってこの外国人参政権法案反対の運動にずっと立ってきましたが、今後も立ち続けます。そして立ち上がる日本の議席が増えれば、票数が増えれば、
日本のナショナリズムを代表する政党、日本人の国益を代表する政党、そして日本を日本人の手に、日本の政治を日本人の手に取り戻すための政党、立ち上がれ日本から立候補しております。全国区で立候補しております、藤井元気、藤井元気と申します。皆さん、秋葉原にいらしている本当に日本の現在を、そして将来を担っていく優秀な皆さん、そして技術に明るい皆さん、どうかこの日本の技術の将来を封殺し、日本の経済の将来を封殺するような恐ろしい民主党政策、民主党の政権というものに断固ノーと言っていただきたい。民主党に最もノーと言い、完全と公然と毅然と戦っているのが立ち上がり日本であります。皆さんの子供たちの未来を日本人の手に取り戻しましょう。そして立ち上がり日本のもとに皆さんのもう一緒に立ち上がっていただきたい。そうすることによって我々は明日の日本を開く、保守政治の核を作ることができます。保守政治の革新を今立ち上がる日本と共に作りましょう。そして明日の日本を開く新しい政治、日本人の利益を、日本の国益を増大する、ごく当たり前のことであります。日本をちゃんと守れる軍隊を作り、日本の経済をちゃんと発展させていける政策を行う、日本人のための日本を作る立ち上がる日本、ここに皆さんのご理解とご支持をぜひいただきたい。民主党に入れる一票は皆さんがおそらく将来後悔するような一票になります。立ち上がれ日本に入れる皆さんの一票、この藤井元気に投じていただく一票は、日本の明日を守る、明日を切り開く、未来を切り開くリーダーシップとなる一票であります。我々に皆さんのご信頼を預けていただきたい。我々の党には真の愛国者が結集しております。韓国や中国に対して堂々と物の言える政治家が我々の党には集まっています。日本で今一番首相の座にふさわしいのは我々の党の代表、平沼武雄でありましょう。平沼武雄、妥協を知らない信念の政治家、ぶれない男です。この平沼武雄の主張に私も惚れ込んで、そしてそれに共鳴する人たちが集まったのが立ち上がれ日本であります。私は立ち上がれ日本から全国区で比例で立候補しております、藤井元気と申します。皆さんがこの秋葉原に集まった方々は技術に明るい、そしてインターネットも自由に使いこなす方たちでしょう。民主党がやった悪政は何か、最新の悪政はインターネットを封殺したまま選挙を強行してしまったことです。私も、ツイッターのフォロワーが4000人以上いて日々ブログ更新しておりましたけども、もう選挙の一番情報を皆さんにお知らせしたいときにインターネットが使えなくなりました。なぜ民主党はインターネットを恐れるんでしょうか。簡単ですね。インターネットでみんなが本当のことを知ると困るからです。民主党の支持率が落ちるからです。大新聞や地上波のテレビではある程度これは民主党の総務省が命令するとみんな言うことを聞きます。インターネットを使っている人たちは政府の言うこと、統制は聞きません。自由な情報空間です。それが怖いからインターネットを封殺して選挙を始めちゃったんです。民主党も選挙の前はインターネットを自由化すると言ってました。国民に堂々と嘘をついて、そしてインターネットを封鎖したまま選挙をするという決断をしました。なんという国民を恐れている政党なんでしょうか。それには我々は呆れるばかりでありますけれども、どうか皆さんもそういった隠蔽体質を持った国民に本当のことを知られると困っちゃう政権なんだということを覚えていてください。